あ、コンリのハッピーリノアです。本日は FF14 やっていきたいと思います。まあ、私はですね、カードバトル、ハマっておりまして、だね、そのカードマークがついてるんですけど、この未入手の未登録カードをですね、集めていきたいなと思っております。今日は、ラムリンさん、方とバトルしたいと思います。もうちょっと何人かやりたいなと思ってるんですけど、あ、前もねやってたんですけどね、ちまちまやっておりますよと。画面こういうね、簡単なルールの人はいいんだけどね。深いルールの人とか、結構手間取るんですよ。あと、なかなかカードくれない人ね。あ、これ早かった。ライナー一発でくれた。ありがとうございました。ポリ、ありがとうございました。こんな感じで。カード集めていきます。で、カードのマウントが欲しくて、312番まで取れば、いいんですけど、今、入手済みが結構できてきて、こんな感じでね、緑がついてるところは最近私が、やってるとこなんですけど、感じでね、カード集めてます。で、もうね、絞り込みで未入手のカードを入れるんです。こういうエウレカとかちょっとまだ難しいんですけど、だったら、レイクランドのコブレバさんがいいかな、この。レイクランドで。コブレバさんって、反対側かな。で、出てない人がいるんだけど、あ、ここだね。こうやってね、マークが出る人もいるんだけど、サブクエストやらないと出ない人とかもいるから、やっぱね、サブクエストだけやってますね。カードのマウントはね、いろんな本当に、クエストやらなきゃいけないんで、大変なんです。NPC 対戦はね、もちろん、ID とか、ボズヤだったり、これフェイトだわ。さっき見たね、エウレカだったり、死者の宮殿だったりとか、いろいろやらなきゃいけないんですね。晩鐘だし。ですけど、いろいろとまあ私もやってきているので、だいぶ集まってる方があるの。ね、はい。今日、この方、コブレバさん。ちょうどいいところにトリプルトライアドご存知？いかが？ってこと。未入手カードね、2個あるんで、2枚ね、狙っていきましょう。今回ね、モグコレのね、景品でカード来てるんですけど、それね、私がちょうど持ってないカードだったんで、後で交換に行こうかなと思って。リバースか。おっと。リバースっていうルールは数字が、小さい方が、しっかりしましたね。これ負けますね。うっかり、うっかり。リバースね。リバースの時は、数字が弱いデッキを、持ってるといいかなと思います。こんな感じのね。取られちゃうね。あ、わ、わ、負けちゃった。これ苦手なんだよな。このなんか、
このさ、プラスっていうの、ルールね、よくわかんないで今やってんだけど、プラスやめてほしいんですよ。また負けちゃったー。配置するカード2変以上とりあえずカード我が一失敗隣接カードを支配できる。22のとこのやつをなんか取られてたよね。あ、怖いカードなくなった。3ないな。え、なんで隣接カード輪が一つわかんないんだよ。わかんないからもう私が戦っているんだけど、毎回サドンデスになっちゃった。サドンデスルールついてる人はね、あの繰り返し、あの勝つまで、どっちか勝つまでバトルするとっていう感じのタイプですね。この22とか44、あ、わかったかも。これ44より22が強いからってこと？そうかもしんない。ワーフ1枚ゲット。勝てばでもカードかん、これレア度低いカードなのかな。何くれるんだ。わかったかもね。同じ位置の22とこっちの66だったら22の方が強いよみたいなことを言いたいんじゃないか。初めて分かったかもしれない。結構違った、違うかもしれないけど、55だったら、あ、でも今あんま関係ないか。あのルールやりたいがために。なんで？なんで？ 3-2 と 4-3 と 3-3 とってこと？むず。異変と隣接のカード、輪が等しい場合、隣接カードを使いでき。おかしいだよな。てかさ、向こうからカード出してほしい。なんか取れたよ。なんでだろう。33で取れたよ。なんでだろう。真ん中やばそうだから。あー、やだー。やばい、勝てればいいんだけどな。よし、あ、向こうから出してくれれば。もう多分さっきから向こうから出してるか。出し方の下手さが際立ってしまっている。なんで今取れたの？で今取れたんだろう。ファンばっかなんだよな。怖いよね。勝った。怖いよー、このルール。なんとなく言ってることが分かったような気もしなくもないけどね。ボブちゃんがさ、微妙だったんだ。なんで？何が？何がなの？わからんち。このデッキ良くないかな。バースにすげえてこずっちゃうんだけど。
これに関してはカード見せてもらってもよくわからん。自分の出したい順で出してるのにもかかわらず、わからん。あった。おい。おい。ああ、ダドンデスだ、やだ。この辺のカードくれるんですかね、多分ね。あ、に？私のカードそんな使い道あるの？おう、なんかすごい全部取れたんだけど。すごい。さあ。やった勝ったやったドワーフ戦車ありがとうございました。なんかよくわからないルールでごめんなさい。悔しかったです。な感じでね、とりあえず勝てばいいと思ってやってます。あんまり良くないね。ちゃんとルール分かってやった方がね、なお楽しいとは思うんですけど。モズナ、あ、インタナさん。え？な？モグコレの景品交換行こうかな、ちょっと。はい、ゴール。からウルダハキ。旅のモーグリターンと。今回欲しいのはカーバンクルエメラルドイヤリングね。これちなみにもこれね欲しい。あとドマキンも欲しいね。まあね結構ちなみに景品らしいよと。ほらこの辺、ほらこの辺私さちょうど持ってないんよ。そうよね、タイムリーだよね。10個も使うの？ 10 個も使うけどいいや。カード欲しいから。いや。のセンスも出なかった。結構やってたんだけどね。9S は持ってるんで、いいや。あ。ここもあるんだね。ついでにもぐこれの景品見て。あとギルガメッシュも今回カードのあれが入ってるみたいなんでね。持ってない方は、かなと思います。アイサとダルメルと、ほど持ってない3枚だからさ、めっちゃ嬉しいね今回。だと多分ねアバラシア雲海とかどこだっけな、パイッサだからなんかぴったりなようなまね、持ってない方がかなと。商店街もあるんだな。商店街も行くか。商店街とモーズナ行こうかな。中から行こうか。通貨交換の人誰だろう。エニーさんって書いてあったっけ。カードマークの人かね。交換のエニーさん、アバラシア雲海はね多分サブクエやらなきゃいけなかった気がする。あー、ページだった。次や通貨交換は商店街だ。モードナはどこだ。あ、インタナ 22.7 の 6.6。 あ、インタナ、
まあどっちかっていうとこの。あ、インタナいた。ジーウォリアのカードか。はい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 。あ、そういうことか。私エメラルドウェポンの極行ったことないから取れないんだな。なるほどね。じゃあ今度エメポン手伝ってもらって、みんなで一緒にやってお願いしようと。一人でちょっとしれっと勉強して中の野良さんと一緒のパーティーやろうかな。商店街行きましょう。じゃあにカードマークのなんかね、エニーさんって人らしいんだけど、あ、この人だ。あ、これ福岡県か。福岡県だー。あーあー、福岡県か。はい。福岡県も今度じゃ食べます。やることいっぱいだねー。今日は2枚でしょ。じゃあラビリンソスのイグルフィーヌさん行こう。真ん中から行こうか。場所よくなかったけど、ラビリンソス、あ、対象だよね。310って使おうかな。あ、ここは別に対象じゃないね。312枚まで集めればいいから対象ではないらしいけど、やっちゃうか、せっかく来たから。 8.9、 この人だ。アルケイオンの方が近かった。いや、カードと関係あんまりあれだけど、コンプリート目的でちょっとやっちゃおう。ここまで来たらもう目的だよね。これはね、カードマウントとは関係ないので、必要がない方はやらなくても大丈夫です。ただ私はちょっとでやって、は中かな、アウターサーキー中かな。あとこいたかね。あ、いたわ。エグロフィーヌさん、よろしくね。1枚トドラ。勝つのは簡単かも。復興券も集めなきゃいけないのか、大変だ。
お、くれた、トロールのカード。ありがとうございました。次。110。だから、エメポンとかだね。トリプルトライアドパックドリームやりますか？したら。H ドラバニアとかも。ドラバニア。多分ね、サブクエストやらなきゃいけないんだよね。H ドラバニアって、あの、イディルシャイア方面だっけ？ドラバニアちょっと、わかんなく。だけかな。私だけかもしれない。カードの人いるね。かな、まとうやかな。メロロッゴだから、あのカエルさんだね。どうやのアトリエまで行こうじゃ。これはサブクエなくても大丈夫そうだわ。今ね、タイミング的にね、モグコレがタイミングなので、カード集め買い方もバッチリね。あ、でもあとね、ゴールドソーサーフェスがね、今日来る。私、ちょっと早い時間にやってるんで、あれなんだ。今日の夕方のね、5時だったかな、ここら辺、17時ぐらいから来るのでね。それで、また MGP を稼いで、いきたいなっていう気がしています。GP さ、357万8116なんだけどさ、これこんなに減らなくて、なんか減った理由としてはさ、カードパック買いすぎて減ったっていうあるからさ、マウントもっと取らなきゃいけないのあるから、ちょっとこの機会に頑張りたいなと思う。はい、メロロゴさん、こんにちは。お願いします。ゲコゲコ、この拾ったカードで遊んでくれるケロ。おう、これね、4枚宇宙最後の1枚を取ってないという。4分の1か。これかな、カルコブリーナでもくれるのかな。あー、あ、これじゃない、やった、アルフィノアリゼグレンくれた、一発でくれた。ゲゲコ、せっかくまとや様に血をつけてもらったのに、まだまだ使い魔として精進が足りないけど、ありがとう、あ、マジでありがとう、カエルさん、ありがとうございました。やった、アルフィノアリゼグレン編、まとや様のね、とこのカエルさん、ありがとう。マジでありがとう。アバラシア雲海行きますか、じゃあ。キャンプクラウドトップの方が近いかな。サブクエやるか。何回も見ちゃって申し訳ないんです。15.3の37.7。あ、カード対戦出てるな。で、なんか私こないださ、どっかさ見たときさ出てなかったんだよ。上だっけ、マリエルって。
いたいたいた。トリプルトレードですか？ふふ、その挑戦お受けいたしましょう。あ、2枚持ってんじゃん。じゃあ頼みますよ。カード見せないタイプね。あ、ナナモちゃん、ちゃんのカード強いんだよね。ナナモ様。嫌だなぁ。わぁ、強い。カードの順番だけね、相手が指定してくるパターンのね。さっきと同じか。さっきと同じパターンで負けるな、これ。あー、デッキ変えましょうか。よし、勝った。イェイ！エドモンド・フォルタン。よし。なんか優しい。罰でくれる。これはほんともうランダムだからね。出ないときはマジで出なかったんだけど。NP が優しいのかもしれない。言って長期戦になった覚えが多々ある。あー強い。左上置けばよかった。うわー、しまったな。はいはいはい、いいね。このデッキででも出す順番ちょっとわかるかもしれない。うわぁ、ひっくり返せないじゃん。うわぁ。うわぁ、ドローになっちゃうね。もう一個デッキあるから、もう一個ちょっと、何個かデッキ分けてやってみようかね。私もメルビブさん持ってるよ。あん、うわ、うわー、ドローになっちゃう。うん、まずいね。ひっくり返せねえ。エルビブのカード出させてくれよ。うん、お任せにしたらどうだろう。いけそうじゃない？よし。エドモンド・フォルタン。あー、間違えたー。さっきのお任せデッキの方が良かったー、これ。
勝てるデッキだったらもうそのデッキでやった方がいいからね。よっしゃ勝てた。でも今のなんで勝ったか正直わかんないこっちの方が余裕ありかもしれない。オッケー、くれないんだよね勝てるとき。あまた丸押しちゃったよ。敵でも勝てないことはない。ドローンに行ける。よし、このデッキがやっぱいいね。あ、やったー。ラニエットとアインハルト。ラニエットだね。だね。ありがとう、マリエルさん。ドラバニア雲海のモグシ。あー、これねー。これねー、カード対戦のマークなかったような気がする。え？場所が。15.7 の 28.8。 あ、いるね。カードマークついてるね。ここか。今日は白亜の方が近いね。カードマークついてた。私なんかもぐもぐフォームの方かと思って勝手に勘違いしてたわ。あのもイミか。久しぶりだね。満足クエストぶりだね。モグたち人の遊びだってバッチリクポ。モグモグ集団の団長の何にかけて先生には負けないクポ。あと1枚。多分こいつからそれなりにやった形跡がある。あと1枚が多分出なくてイライラしてやめたんでしょうね、きっと私。借りやすいね。まっすぐにくれないのは知ってる。
またプラスのルールがあるのが嫌だな。違う。これ今回のサムネイルにしようかな。ちなみにこの左右のエースのヒエン様のカードはですね、まあ超人賃はくれるんですけど、左右エースって結構ね強いのでおすすめです。負けたけどまあその敵にね、敵っていうか NPC によって出すカードが変わってくるんで、一概にこのデッキがいいとは言えないのでね、持ってるカードの組み合わせでやっていくのが良いなと思います。わあ、おお、取れた。おお、やった、カルミークだってくれた、ありがとう。クポクポポポモグカードさばきの神髄はもうこんなもんじゃない、クポ先生また勝負、クポありがとうモグちゃん。順調順調。あれ来天童4はちょっと失敗して頑張ります。これはね多分雨の御柱かな、これ揺れかでしょ。ハーデスも、まあ、今度やりましょう。これはさっき、冒険が必要だったからダメ。これも、随分は難しい。これは、アイメポンのやつが足りない。あ!ということはですよ。あと、トライアドパックドリームを買えば、ここら辺の NPC は大体終わったということになる。すごくない？結構いろんな NPC と私戦ったんだね。トライアドパックドリーム買ってこよう。2枚入ってるから。これはね、過ぎてるから。2個ね、2個だから、266と267番が欲しいから。ドリームね。これね。とりあえず、10パック買いましょうか。で、邪魔にならないとこ。開封。レッツゴー！イノセンス。ねえ！イノセンスさっき交換したんだけど！ひどい！ここ入ってんのかい！まあ、いっか。イノセンスは入ってるっぽい。なんだよー。入ってることもあるからね。ゴブリンばっかり。イノセンス2枚目。ゴブリン。出ない。はい。10パックずつ買うぞー。いらないのは気にして、うわうわうわ、おい、オブゴブリンは違う。イグアナも違う。持ってる。
なんだ、あるけおたにやだ。やった、一枚出たぞ。イエーイ、アルケオタニア。267番だったのかな、多分。よし、ドリームでもう一個。50パック。行くぞ。多分星5だと思うんだよね。4とか5だと思う。こんだけやって出ないってことは。この地道な作業を繰り返していきましょう。10パックぐらい買っちゃおうかな。54,800。こうして人は MGP を買うのです。まだ342万9000ある。20パックいくぞー。整理したらこっち来ちゃった。違うカード出たらこっち側に来るからね。ある意味いいのかもしれない。来た来た来たー、光の巫女、やったー、出ました。10パックずつやっぱ買った方がおすすめです。そうなんだよね、20とか30パックとか買うとさ、突然さ、違うの出るんだよね。あ、でも歩けおたにはまた出た。これもまたね、運なのでね、出る人はすぐゲットできるかと思いますけども、せっかくなんで全部開けて終わりたいと思います。よし、じゃあね、カードちょっと処分しちゃって。ということで、どこが照明がいい感じかな。よかな。ということで、今日はカードを集めようのコーナーでございました。いかがだったでしょうか？だいぶ手に入ったかなと思います。NPC でゲットできる312番だったかなまでは、だいたい、あとはまあ、飛行券とか、そこがあるんですけど、この辺はもう、私が持ってるのは、かなり集まってきましたね。カードリストでちょっと入手済みカードを見ていきましょうか。こんな感じでかなり埋まっていますね。エドモンド・フォルタン今日もらいました。で、このパイッサはね、アバラシア向かいのラニエットが持ってるんですけど、今回モグコレで交換できるので、おすすめです。あとは、ラニエット。これも今日ね、アバラシア向かいでゲットしました。これもは、これはね、ドラバニア雲海のモグゲットしました。これは定置ドラバニア、イリルシャイア出て、マトヤのアトリエ方面の、メロロッゴのカエルちゃんがね、くれました。これは
ね、ね、トリプルトライアドパック、ドリームでもこう出ましたし、今回のモグコレの景品でもありますし、イノセンス透滅戦で出てる方はもう持ってるんじゃないかなと思います。で、光の巫女ですね。これはトリプル、トライアドパックドリーム。こっちもさっきの。トライアドパックドリームですね。入っております。インフィリアですね。って言っていいのかな、これな。光の巫女ですね。でアルケオタニアもトライアドパックドリームですね、入っておりました。あとはトロール、これはね、あの313番なのでカードマウント集めには関係ないんですけど、トロールのカードがもらえました。まあ、こんな感じで私のカード現在405分の336ということでですね、だいぶ、集まってきています。あとは蒼天街とか極エメラルドとかですね、消滅戦とかレイド系が、多いので、そういったものを今度やっていければいいのかなとしております。はい、ということで今日のカード集めは終わろうと思います。ご視聴ありがとうございました。この動画が参考になればですね、幸いでございます。今ちょっと凪節ではありますが、今回、モグコレパート2、来ております。そして、今日からゴールドソーサーフェスでね、MGP 稼ぎやすくなっておりますし、カードもね、今いろいろゲットできるものがいっぱいありますので、この機会にぜひぜひカードマウント集めもやっちゃおうかなっていうのはね、ぜひやってみてほしいです。宮殿とかね、エウレカとかやらなきゃいけない、蒼天街とかね、あるので、まあ、じっくりね、これは気長に、本当に気長にやっていかなきゃいけない、コンテンツというか、マウント集めになってますのでね、時間があるときに、ついでに、あ、そういえば、カードもあるんだっけな、ぐらいの気持ちで、やっていくのがいいかなと思います。1日ではまず無理なのでね。のんびりゆっくり、たら嬉しいです。私も頑張ってまたカード集めたいと思います。この動画良かったなと思った方はチャンネル登録、グッドボタンよろしくお願いします。ではでは、りなでした。バイバーイ。バイバイの妹しよう。バイバーイ。